はい、ケイキングワールドです。今日はですね、8月2日ということで、8月に入りましたね。梅雨も明けて、ようやく、夏ということなんですけれども、今年の夏はやっぱりちょっと冷夏というか、昔の夏みたいな感じですね。最高気温が32度ぐらいで、最低気温が24か5、昔の夏ってこんな感じだったのかなっていう、昨今のね、ものすごい炎天下の夏とはちょっと違いますね。で、8月なんで、本当に8月、なかなか梅雨が明けなかったので、今から夏なんですけれども、あっという間に8月もね、多分中盤になってくると思うので、中盤になってくるとね、なんか平和ムードっていうかね、終戦記念日がね、近づいてきますので、日本全国ちょっと平和ムードになってくるのかなと思いまして、今日はそんな中で平和をちょっと祈願して、昔のね、海軍のね、飛行場があったところ、そこをちょっと見に行こうかなと思って車走らせてます。加西市というね、兵庫県のど真ん中にある、ところに飛行場があるので、それをちょっと見に行ってきます。4年ぐらい前にね、かつての防衛省のね、施設というところだったんですけれども、民間に払い下げられて、観光地化というか、誰でも見に行けるような施設になったということなので、昨今割とね、人気があって、防空壕の中でのね、特攻隊に行った方の死のね、聞かせる会があったりとか、なんかいろいろ催しもやられてるみたいですね。ここで300名ぐらいの方が訓練を受けられて、で出撃されて、知覧か、金谷かな、海軍だから金谷から飛び立っていって、行ったというふうな、悲しい出来事があったということですね。ちょうど75年前ですよね。本当に75年、45年に終戦ですからね。今年が20年なんで75年前の出来事なので、もう本当に半分歴史になってるんですけれども、歴史とはいえ、その時代を生きていた人も、まだご存命なので、事実というか歴史じゃないよというところもあって、微妙なラインですね、この辺はね。もう本当に、完全にね、歴史になっちゃうとね、ちょっと湾曲されたりね、美化されたりすると思うんですけどね。今は生々しいちょっと悲惨な経験とかもね、いっぱいあって、そういうのもしっかり残っているというふうなところですね。今日はなんかね、たまにパラッと雨が降ったりとかね、面白い天気ですね。今もちょっとパラッと降ってきましたね。じゃあ、笹山とかね、加藤とか出てきたので、本当にもうすぐ火災、もう火災の中ですね、火災の中のになってますね、ここね。ここを曲がる。この辺に来るとね、本当にセミしぐれがすごくてね、セミもね、梅雨の間は出てこれなくて、夏になってね、梅雨明けするとね、一斉に出てくるという感じですね。セミの命は短いと言いますけれどもね、本当に夏もね、僕はちょっと短いなというふうに思ってまして、なんか7月の20日から8月の10日ぐらいまでがね、本当夏って感じがあって、本当に20日間で一瞬で終わってしまうような、好きな季節だけにね、なんかあっという間に終わっちゃうなって感じがしますね。なので夏はね、もう朝ちょっとね、寝苦しくて目が覚めたらもうそのまま起きちゃうとかね、あんまり時間を無駄にしたくないですね。時間を無駄にしたくなくて、もうアクティブに活動する、そういう風に、毎年夏はしてます。セミなんてね、ほんと1週間なんでね、1週間の命、大人の命が1週間っていうね、なんかぐちゃぐちゃな人生ですけどね、
それと同じで、まあ、夏も、ね、短いので、思いっきり楽しもうと毎年してますが、今年はちょっとあれですね、コロナとかいろいろあってなんですけどね。あと 200m でここですかね。もうすぐ行くのかな。あ、でもこれ右あれですね、飛行場っぽいですね。確かに平和記念の日だ。確かに。はい、ここが、飛行場の跡地ですね。長さ的には1キロないのかな。まあ、うん、飛行機が飛べるぐらいの広さはありますね。で、ここが、まあ、平和記念の日ですね。記念の日がありますね。葛西市長の日で、これは何年前だったのかな、ちょっと書いてませんね。姫路海軍航空隊と書かれてますね。白露隊という隊がここで訓練されたんですね。今ちょっとあれですね、あの飛行場の施設概要が書いてますね。ここは飛行場と、あと川西航空機の姫路製作所っていうのがあって、戦闘機の自然界を作ってたみたいですね。自然界を、自然を446機製造と自然界44機製造になってるので、合わせて490機製造されたんですね、ここでね。それでここで作って、ここの飛行場から飛んでいったんでしょうね、前線に。で、これがまあ、あれですね、あの、特攻で使われた97式艦上攻撃機ですね。これで、まあ、体力が結成されて、20機ほどが飛んでいって、4月6日から5月4日まで5回出撃されて、まあ、参加されたということですね。昔はあれですね、本当に、あの、飛行機の組み立て工場の近くに飛行場があって、そこで訓練して、調整して、で、飛び立っていったんですね、こういう内地にある飛行場は。飛行場の、まあ、海軍の施設なので敵の攻撃を受けるということで、機銃座というのがありますね。ここに機関銃が設置されて、敵機が来たら撃墜してたんですね。生々しいですね、すごく。それでは今から飛行機が出ます。チョーク外せ、車輪止めを外します。
単位が通りましたね。はい、動きますよ。はい、頑張ってくださいね。翼が長いですから頭気をつけてくださいよ。翼に当たりますよ。はい、回らないでくださいね。東から撮ってますから、写真を。ごめん。とちゃん。おい。はい、今日のゲイキングワールドは、取材というかね、語り部の方の
説明を含めた、まあ、ちょっと長いバージョンになりましたけれども、特別企画ということで、まあ、平和を願っての、8月特別企画ということで、お送りいたしました。またこういう企画も入れていきますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。以上です。